アマレスニュース。本日は2023年6月18日日曜日、明治杯全日本レスリング選手権の最終日の結果速報をお伝えします。今回もランキング形式で気になった試合ベスト5をご紹介します。本日はお笑い芸人の先輩ゆるえもんさんと一緒に観戦させていただきました。私アマレス太郎とゆるえもんさんはワロプロにいたキュートというアイドルグループが大好きで、レスリングの公式テーマソングを歌っていたので、いまだに会場内で曲が場内に流れますから一緒に行きましょうとお誘いしました。それでは本日の気になった試合ベスト5をご紹介します。第5位、男子フリースタイル 61kg 級、坂本凛選手対藤田楓選手。優勝したのは坂本凛選手。藤田選手を6対2で下し、高校生ながらにして明治杯初優勝という快挙を成し遂げました。男子で高校生にして全日本選手権優勝は史上2人目です。今後の軽量級戦線にどう絡んでいくのか非常に楽しみです。そして同率5位、男子グレコローマン 72kg 級、春日井優雅選手対原田慎吾選手。優勝したのが原田慎吾選手。原田選手第1ピリオドでテクニカルフォール勝ちという驚異的な強さとパワーを見せつけました。今後大注目です。第4位、男子フリースタイル 65kg 級、乙黒拓斗選手対安楽龍馬選手。優勝したのは乙黒拓斗選手。第1ピリオド、お互いポイントを取らせずに緊張感あふれる戦いが続きましたが、後半になって乙黒選手のペースになっていき、結果的に9対0で乙黒選手が見事天皇杯に続いて明治杯優勝を決めました。そして9月の世界選手権出場権も獲得して、パリオリンピックに向けて一歩前進しました。男子グレコローマン 60kg 級、川名真人選手対稲葉海人選手。優勝したのが川名真人選手。この試合も素晴らしい戦いでした。途中チャレンジで際どい攻防もありましたが、結果的に5対4で川名真人選手が勝利しました。敗れましたが稲葉海人選手の執念もすごかったですし、最後は川名選手が力ずくで勝利をもぎ取ったような感じで、本当に激しく厳しい試合でした。昨年末の天皇杯は文田健一郎選手が優勝してますので、7月のプレーオフで文田選手対川名真人選手が戦い、勝った方が9月の世界選手権出場権獲得します。川名選手この勢いで世界選手権の出場権獲得となるか。第2位、女子 57kg 級、桜井つぐみ選手対南條紗英選手。優勝したのは桜井つぐみ選手。今大会一番盛り上がったんじゃないかというぐらい、この2人の対決は毎回白熱しているイメージがあります。今大会も大接戦の中、桜井選手ラスト1秒でバックを取って逆転しチャレンジしましたが、ポイント覆ることができず、5対2で桜井つぐみ選手の大逆転勝利となりました。見応えのある試合でした。桜井つぐみ選手は準決勝で東京オリンピック金メダリストの金城梨紗子選手もテクニカルフォールで倒し、存在感をアピールしました。天皇杯は南條選手が優勝してますので、この階級も7月のプレーオフで南條選手対桜井つぐみ選手の再戦となります。どちらかしかパリオリンピックに行けないという、改めてオリンピック出場がどんだけ過酷なのか伝わった試合となりました。そして第1位、女子 50kg 級、須崎優衣選手対吉本レビナ選手。優勝したのは須崎優衣選手。この試合もすごい盛り上がりでした。須崎選手がリードしている中、最後吉本選手がタックルに入り、あわや逆転かというシーンもありましたが、須崎選手の体幹の強さで持ちこたえて、最後チャレンジ申請するくらいわからないような攻防になりましたが、結果的に4対3で須崎選手が見事今大会も優勝を決めました。天皇杯も須崎選手が優勝してますので、須崎選手9月の世界選手権出場し、3位以上のメダルを獲得すればパリオリンピックも出場となります。オリンピック2連覇をもちろん目指していると思いますので、このまま須崎選手世界大会でも頑張ってください。ちなみに一緒に観戦した、今回がレスリング初観戦のお笑い芸人の先輩ゆるえもんさんのベストバウトはこちら。男子グレコローマン 72kg 級、井上智博選手対原田慎吾選手。予選から盤石な強さを見せていた井上選手を原田選手が豪快にひっくり返したシーンを見て、力の凄さにびっくりしたと驚いてました。そしてもう1試合、男子フリースタイル 61kg 級、坂本凛選手対ユビア選手の準々決勝の試合、ラスト20秒、坂本選手が側転からの片足タックルで持ち上げてひっくり返し、大逆転をして観客を大いに沸かせた試合、ゆるえもんさんも大興奮で叫んでました。選手の皆さん、素晴らしい戦いありがとうございました。応援していた皆様もお疲れ様でした。今大会も見応えのある素晴らしい戦いばかりでした。新しい世代の選手たちの活躍もたくさんあったので、
ますますレスリング界どんどん発展していくんじゃないかと、そんな希望も見ました。また7月にプレーオフもありますので、そちらの結果速報も配信させていただきますので、引き続きよろしくお願いします。帰りに私アマレス太郎とゆるえもんさんが大好きなキュートさんのありがとうが BGM で流れたので、楽しい気持ちで帰れました。ありがとうございました。